というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。始まりました。ちょっとテンション高いんじゃないですか。今もちょっと ねおかしな人が左側にいますよ。ウェイスの誰これ誰かって僕が紹介すると、はい、これね、私の家政婦のミキコさん。あ、家政婦家政婦ミキコです。たまたま掃除してるところをね、ちょっと今日時間かかっちゃって、はい、間違えてそこ座ってる時にもう始まっちゃったっていう、ね、本当ですか。すいません、飛び入りで。いやいやいや、ちょっと初めまして。よく喋るよ、よく喋る。いや、もう僕だってあのファーストコンタクトでめちゃめちゃ絡んでくる人だなと思って、うん、もうなんかタメ口とか出るじゃないですか。喋り始めるとあの掃除の手が止まるから僕はいつも注意してる。なるほどね。ちゃんと同時同時、いやもうなんか口だけ動く印象ありますけど、湯田村さんがまだ何も発してないし、前回ほとんど発してないからそのまま継続してるわけですよ、これは。でもさっきなんか始まりましただからもうこの1週間で多分ね、パパンティはホッとしてる。あ、よかったよかったよかった、はいはい、パパンティとかニコさん、これでホッとしてますよ、ね、これあの今のパパンティを聞いて明らかにミキコさんがなんか動揺しましたよ。パパンティって人がいるんですね。もうちょ変態ウェルス、パパンティ広島あたりにね。あら、いいですね、広島。でまあね、実はね、先週ですよ、まあ、先週の今頃なんかもうテンションだだ下がって涙まで流してた、ゆかがわさん。うん、本当に、まあ、これを家政婦さんに言うのはどうかと思うんだけど、まあでも家政婦は皆さんの家政婦いろいろ見ますから家政婦全員の性別が一緒ということでちょっと聞いてみたいなと。僕らこの間は男2人で話をしてたから、あ、ね、うん、まあ、女性ということで ね実際何があったかを聞いて、ちょっとミキコさんには申し訳ないですけど、うん、どう思うかなっていうのを聞いてみたいなと思いまして、はい、まあ、家政婦もするけどたまに掃除のおばさんもやってるんだよ。その映像あったらちょっとここに流しててくれるといいかもしれないけど、たまに掃除のおばさんをやってるんです。この掃除のおばさんの横にいる人にすごい見覚えがあるんですけど。そうです、そうです。なんかね、お友達みたいで。あ、そうなんだ、まあ、ちょっとすごい人なら流してくれればねいいかなと思うんだけど。え、なんかよくテレビで見ますけどね、この方。うん、へえ。でまあどういうことが起こったかっていうと、はいはいはい、まあ、この今このゲームやってるのって、はい、ギルドといってチームを組むことができるんです。はい。で最大20人まで、はい、で翼くんとゆかむろさんは同じチームにいるんですね。はい。うん、でゆかまるさんがもともと一人でやってたところに、まあ、この動画の感じでなんなら人みんな集めて入れようやっつって、まあ、揃った。最大でも20人揃ったこともある。そしたらですよ、まあ、いつぐらいかな、先月ぐらいかなかな、うん、まあ、その中のある2名が、はい、まあ、ゆかまるさんに好意を持ったのか、まあ、お誘いが始まるわけです。あ、お誘いの話だったらもっと前から始まってます。もっと前から始まってます、ね、はい、まあ、だから要するにゲームが主体なんで、基本はこのゲームをやるためにチームを組んでる、出会い系じゃないわけですね。はい。まあそんな状態で、まあでも湯川村さんも気さくに話をしたりとかなんだとかして、うん、はい、まあ、やっぱりこの男の差がというか、はい、まあ、やっぱり会いたいなっていう気持ちになってくるわけじゃないですか、はい、まあ、そういうお誘いが来るんだけど、まあのらりくらりとね湯川村さんは交わしてました。でもまあその時は翼くんはまだいなかったんですよ、うん、同じチームじゃなかったんです、うん、翼くんはもともとね違うチームにいる、実は、はい、ちょっと鬼コン教団っていう宗教団体に、あの入院騒動があった頃はそのギルドにいましたからね。そうですね、はい、うん、でまあ翼くんがそっちに行くことになったと、うん、そうすると今度やっぱり翼くんが邪魔でしょうがないですね、その人に。そうです、そうそう、2人なんですけどね。あ、だから、うん、翼くんに対しての当たりがすごいきついわけですよ。何かにつけてね、邪魔にかんみたいな邪険な言い方をするというか、まあこれはどうなんでしょうみたいな、まあ、これはなぜかというと、まあ、そのうちの一人に、まあ、ゆかむろさんがまだ翼くんがいない時に、まあいろいろ頼って、うん、やってもらえばいいよという僕がゆかむろさんにアドバイスしたんで、まあそういう関係にはなっていた。でも翼くんが入るってことは自然と翼くんを頼ることになるんですよね。これはもうリアルに知り合いなわけだから、はい、まあ、それが面白くないわけですよ。なるほど。まあそうするとね、なんだかんだとやり始める、はい、まあ、最終会うと言ったこのも、まあもうゆかむろさんは断れなかったから、もう一回わざと約束をして、うん、まあ体調が悪くなったというような感じの断り方をしたり。でもまあこれ見る人から見るとここまではまだ社交辞令でしょと、うん、これに関してちょっと聞きたいんですけど、女性目線としてね、うん、はい、あのゆかむろさんはその方からのお誘いがまあもう本当に面倒くさかったわけですよ。だから何回もスルーをしてたんですね。もう振られてもちょっと話変えるとか。そうそうそう、だからもうその段階でそのいわゆる一般的な男性であれば、あ、ちょっとかわされてるなってわかるじゃないですか。はいはいはい、と思うんです僕は、はい、その段階で気づいていればいいものの、ゆかむろさんがね、断る理由としてちょっと体調が優れないからとかって、じゃあ治ったらしようねみたいなことを向こうが言ってくるんですけど、はい、その普通ですよ、仮に本当に思ってたとしても、ゆかむろさんからちょっと元気になったとか待つじゃないですか、はい、本当に思ってても、
向こう体調悪いからちょっと今度ねって断られてるのに、数日したら体調どうっつって来るんですよ。来ますね。いやそんなんが続いてたから、うん、そういう断り方したんです。当日も仕方ないから OK だけしといても行く気はないけど OK しといてブッチしたと。当日にちょっとやっぱ体調が悪くてっていうふうに、もう何日か前からちょっと言ってたけど、ドタキャンではないんですね。ドタキャンではないんですね。でももうすげえから、まあ、行く手にしとこうかみたいな。向こうはそれをすごく本気に捉えていたんです。それ、いや、あの、あ、会えるということを、はい、まあ、あとだからそう、もう一人もそうですけどもね、まあ、結局、うん、もうゆかめるさんには目がないと、まあ、そう思った瞬間から今度このチームをなんつうのかな、崩壊させにかかるわけです。ぶっ壊していきました。で、他にもメンバーが10人以上いるわけですよ。まあ、この人たちにまあなんつうかな、ありもしないことをそうそう言ったりとか、でもこのギルドはやめた方がいいよとか、そんなことを言いまして、だから僕はも言いました、男の腐ったようなことをしていると、ね、振られた、腹いせ、まあ、要するに好きです付き合ってくださいって言ってごめんなさいって言われたから、うるせえブスみたいな、そんなレベルですよ例えて言うならば、まあ、こういうことをし腐ったわけです。ほんでも翼くんに対してもね、まあ、あもう倍増言何なんだと、見えないところで、うん、ブス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 見えないだからもう浮かべるさんが正直もうなんと関わりたくないから翼くんに代わりに言ってもらってたわけです。いろんなことを、ね、間に入っていたんですよ。あそう、でもそれが余計気に食わないわけですよね。なぜか知らないですけど、僕は本当にもちろんその二人には言わないですよけど、ゆかめるさんがしんどいから代わってくれと、なんでそのいろんな理由をつけて僕が間に入りますみたいなって言ってたら、なんでお前が間に入るんだよみたいな、ゆかめろの金魚の糞がよみたいなこと言われたんですよ。へえ、裏も知らないくせにいろいろと教えますね。しかもその方、2人の1人は小学校の先生ですよ最悪でしょ。本当ですか。しかもその小学校名は翼、ゆかめろさんに言ってるんですよ。あら、バレてる、バレちゃってるよこれそんな状態にもかかわらずこういうことをよくできるなと、ね、あれ人生棒に振っちゃうしかもうちタレント事務所ですよ、はい、ねえ、まあ、ね、ミオニュチャー悪質なストーカーまがいの行動で、いや本当そう、はい、うん、でもう一人の方なんてはもう本当にいろんな子に言い回って、ああでもないこうでもない、自分が一番悪口を言ってた人間にもかかわらず、ゆかめろさんがこういうことを言ってるだとかな、翼くんがこう言ってるだとか、多分そういうことをみんなに言い回って、最終みんなを抜けさせようというふうに画策してきてた。まあ、結局だから3人ぐらいは抜けちゃいましたもんね。まあそれが原因かどうかは分からないですが、そう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 、そのタイミングでね、はい、ただ実はそういうメッセージをもらってたけど現在残ってる方もいます、裏で。だからその方にね、うん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 、こうだあだって言われたけど、うんうん、いや嘘だろってなって残ってくれる。だからもうこの人の言うことを気にせず、そう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 、だからもうこの人たちは本当にも大事にしなきゃダメ今後はね、っていうことまではもう僕たちの方まで来てますと、うん、であとまたね、先週から進展してたのは、かつて一緒にいたチームメイトがこの事件を聞きつけて現れたんですねそうですね、はい。その時に誰ですかその二人と、で名前を言ったら、やっぱり実は私にもそういう当時から当たりがすごかったと。当たりがもう DM でまあ暴言吐かれたりしてたんでしょ。その言ってきた方は男性、女性です。一応女性です。うん、その方はどういう風な当たりが、うん、だから実はですね、その方はチャンネルができた時からコメントくれてた人なんですよ。だからその人をゆかめろさんのところでちょっと助けてくれないかと言って入ってもらった人なんだけども、まあいろんなトラブルがあって今は抜けちゃってるんだけど、まあ、その時から結局そっちのその今の2人の1人にやっぱりいろいろとね DM で浴びせられてたと。でなんかいろいろ約束をしたっつってましたね。まあなんかね、あったらしいんです。まあ僕たちはそこまではわからないですけどまあちゃんといろいろあったと。まあこの結果になりましたね。だからもう本当にこの2人にとってはもうゲームというよりも人と出会うことを目的としてたんだろうなっていうのはわかるんだけども、ただやってることがもう小学生レベルなわけですよ、はい、先生なのにね、みんなに悪口言い回ってね、あの子もうそういうこと言ってたから無視しようよみたいな、こういうのあったでしょ小中学校ってね、まあ、それと同レベルをやろう2人がやってるわけです。大人がね、片方は先生ですよなんとどう思いますか、まあ、総括してですね。総括して、まあ、まずはそのやんわりねお断りしてる時にちょっと気づいていただいて、ね、やっぱりね周りの声聞くと、まあ、これはちょっと変な言い方かもしれないけど、素人とてじゃねえのかこいつらはと。本当こんな声まで出てきますよ経験不足すぎる。そうですね、もう小学生とかっちゃってるかもしれない、ね、女の子なんていうのはデートの約束しても当日出てくるまでわからんぐらいのね、そこまで社交辞令、そのぐらい余裕を持ってる人もいます。ですが
その LINE というかね、あのメッセージのやり取りを見せて、これでも脈がないって言うんかいって言ってきたんですよ、自信満々にね、はい、一度は約束してんだぞ。だから翼くんは会ったかどうかの真実を知らないから、翼くんにはもう会ってんだぞぐらいにかましてきてる意味合いもあるわけ。そうだから僕、聞いたら分かるのに。いや、そうなんですよ。だから聞いたら分かる。これあのややこしいんですけど、向こうはつまりこんなやり取りをしてるのに脈がないって言うのかお前は、として僕に出してきてるんです、まずね。でも僕はまさかそんな意味とは思わないですよ、これだけでは。普通にそれだけ見たらこっちは合ってんだぞっていうメッセージだと思ったんですよ。そんだけ言うけどって、合ってんのに脈ないってどういうことなんだって、お前らだって床村さん知らないことあるんだぜみたいな感じかと思ったんですよ。だから僕はやべえもうこれと思ったんですよ。もう本当にあったと思ったから、おい、ゆかむろさんと思って、マジかと思って、で、ゆかむろさんがその時ちょうど連絡が取れなかったんで、でも取ってみると、いや、そもそも会ってねえぞって、ってなるわけですよ。どういうことってなって、で、いろいろ紐解いた結果、向こうは、これでも脈がないんかいっていうメッセージだったんですよ。その、あの、はい、ポジティブに。そう。ね、正確にちょっとね、どういうつもりでね、最後っぺをかましてきたのか、まあね、何なのかはもうその場から消えちゃったからね、そう確認できないんだけども、最後に翼くんにドキッとさせてやろうと思ったのか、ちょっとそこはね、ね、紐解けないんだけど、わからないんだけども。まあでも僕はあの本当にあの自信満々だったと思ってます。ただまあバカなんですよ。まあ、何にしても火曜日撮影してるを知っている、なんなら同じ事務所にスタッフがいて3人が常に週一で一緒になってるのも知ってるにもかかわらず、まあこの翼くんと床村さんには違うことを言うようなやつなんですね。床村さんには連絡してないですよって言いながら連絡してる、うん、それを翼くんに連絡してないと言ったりとか、なんなら火曜日の撮影中に2人に来るわけですよ。なんなら何来たぐらい見合ってるのに、こんな関係なのに、なんつうのかね、まず翼くんに対してライバル心を持ったというか、まあ、まさか翼くん、ね、ゆかむろさんと付き合ってるんですかぐらいのね、もうそんなところからも来てっていう、ちょっとでもでさ言ってたらしいよ、付き合ってる、付き合ってるんじゃないかみたいな。先生がね、あ、先生の方が、先生の方がピュアなのかな。ピュアすぎる、ピュアでしょうね。だってお子ちゃましか相手にしてないんですからね。まあそうね、2人いるのがちょっとややこしいんですけど、今あのね、いろいろ前方配布するには各々からそういう、そう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 、あったんですよ本当に、はい。でまあいろいろ交わすなりなんなりもねしててってなるんですけど、まあ最終的にはそういうようなことで終わらすと。だもう本当に最後それを言ったっきり、もうツイッターのアカウントポン削除して、うん、ポンすごい、2人も今抜けてるってこと、抜けてます、抜けてます。今まで使ってたツイッターアカウントは削除してる、ただゲームはその存在するんでね、いる、うん、いるんですよ。ただ一応最後に僕が連絡をさせていただいた時に、その一人の方ではない、まあ、ちょっと小学生の先生ではないって言いますけど、の方はもうツイッターもやめるしゲームもやめますと、もう完全にいなくなるから、はい、もうおしまいみたいな感じで、でツイッターがその瞬間にパッと消えたんです、うん、まあでもあのこのゲームの中でその方を検索することができまして、はい、バリバリ残ってるんですね、はい、違うチーム入ってましたね。で最後その小学校の先生はボーン消えた後に、ゆかめろの金魚のふんって名前に変えてましたから、これは翼くんをディスってますね。もうそのぐらい幼稚なわけですよ。なんかですね、だからそのことに関して僕も消化不良なんですよ。そうね、本当に。でも向こうはなんつうかしてやったり感を持ってんのが逆に腹立たしいよね、うん、こんなガキみたいなことをしくさって。めっちゃ言いたいことあるんだけど、まあもう言いましょうそれは、ね、なんかその抜けるって時に、ね、そのぐちゃぐちゃにした方から、はい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 、連絡が来て、あのまず昨日のギルド大会お疲れ様でした、ああ、はいはいはい、で、まあ、兄残念でしたね、うんうんうん、その後になんかいろいろ今月でちょっと急なんですけど抜けようと思います、いろいろありがとうございました、またマスターに帰り咲いてくださいみたいななって、でその後にさこうやっていろいろあの人は言って悪口を言ってました、あの人は言ってましたよみたいなさ裏で言ってたわけじゃん、はいはいはい、キーメイキーメイ本当についてまあだから本当なんつうのかな、うん、そうサイコパスの出来損ないみたいな、バカなサイコパスっていうのがあるんだったら、うん、言えばいい、そう直接ね、そうなんですよ、なぜこう悪口です、いやだから陥れてるつもりなんじゃないですか。で上辺ではいい顔してるけど裏で俺はこんなことしてんだぜが、まあ、あるのかもしれないですけども、もろバレなわけですよそれも、まあ、だからそういうこともするんだね、だからもうバカなの、これはもう間違いない、頭がすっからかんなんですよ。そいつらは救命だったからこう優しくね接してあげて、うん、最初から入ってくれたとメンバーですからねっていう、同じコミュニティだからこそっていうのもあったんですけど、やはり勘違いをしてしまうと、
僕はこの件に関しては男の方が悪いと思うんですよ。その勘違い、よくこれちょっと脱線しますけど、ちょっと前にもねそのツイートがあったんですが、あの女性の優しい言葉に男はすぐに勘違いしてしまうみたいなのがあるんですよ。はいはいはい。でももちろんその女性としてそういう生き物、男がそういう生き物だから自衛の方法は大切だよってのは分かるんですけど、その根本言うと勘違いする男がダメじゃんって僕は思うんですよ。でもね、なんでか分かんない、ね、僕はあの辺りの返信しましたけどね、はい、LINE にハートマークくっついてるだけで相手が好意持ってくれてると勘違いをしたやつ、こういうレベルじゃないかとか。だってそもそもね、この形でやっててここに行こうとします？周りにいないんですかね。ね、そうだけど、ここはいくらそういう気でやってたとしても、ここは無理だよなって普通は気づくんですよ。島本気で狙ってたとしたら、それこそやり方違うし、ここじゃなくても、はい、もっと別の方法あったと思いますし、仮に本気ならねっていうか、本気だったんでしょうけど、何にしてもね、いやいいですよ、当たって砕けてダメでした、はいならいいんですよ。でまあやめますと、ちょっともう居心地悪いんでやめますよ、まあね、これだったらいいですよ、まだね、何そのあだすってっていうね。本当にねちょっとガキ臭すぎちゃって、そうです、ね、あまりにもびっくりしちゃった、うん、まあそんな感じだから、もう本当こっちとしてはね、まあ、一応ゲームはやってるわけだから、見つけたからにはこっちから攻め込んでいくぞっていうのはもう僕の中の気持ちですけども。戦い、そうですよ、もうウォンテッドだからね。いつもなら僕止める役目なんですけども、ちょっとね、止めません。なんならもう僕がもうそこのギルメン全員に DM 送りますよ。やりますよ。ちょっとあの文面真似しましょう。でまあそういう話をしてるっていうのはここのチャンネルで分かってるわけだから ね、みんなこれ今回はね、この動画を見ました、うん、ちょっとこんなやつがいるとは思えなかったって絡んだことない人まで言ってくれた今回はね、うん、まあ、そんな感じでしたよ。どうですか家政婦さん的には。まあそういう大人がまだいるんだなって。まあ、まあ結果的には いらっしゃらないので、まあとりあえず今は切れてるということで、とりあえずしますいや本当に元気になってよかったです。思い出すとまた涙が出ちゃうかもしれないからね。だいぶにこ先生はいはいはい、ナッツンとかに助けてもらう、うんうん、それが本当に翼くんが助けてくんないから、そう僕何もしない。寝ちゃうからそれ、ね、おやすみなさい。僕はもう本当に一番先に寝るんで何が起こってでも。まあただ本当にね、予想だにしないことが起きて、まあちょっと岡村さんはね、いやそうですね、びっくりとショックとね、なんか、はい、うん、複雑な感じからね、まあちょっと落ちちゃったというかね。だから少なからず信頼したところはあるからね、うん、まあ、ここ悲しいところかなっていうね、うん、思うんだけど、まあ何にしてもこういうことは鬼畜だ、鬼畜だっつうのだけは最後分かったんでね、うん、僕はこういうのには厳しいからね、もう見つけた時にはもう全勢力を注いででも叩き潰しに来ますからね。じゃあみんなで小学校行こう。そうね、翼チャンネルのちょっと動画を持って、だからこれは見てくれてたら、うん、気も冷やした方がいいよと、いつ何時でも行きますよと、まあそういうことですね。なんならもう出てくる下校の先生に聞きますよと。ね、この後ろ姿、ね、この先生いるっつって聞きますもんね。多分身長も顔分かる。うん、仕方ねえな、俺ゆかむらさんの金魚の糞だからついていかないといけない。いやそうそう、金魚の糞は仕方ねえな、これは行くしかねえわ。ゆかむらさんで行くなら行くしかねえな、仕方ねえな、これは金魚の糞だからな。まあきっと見てますよ。はい、うん、今頃になって後悔してビビり散らしてる可能性はあるからね。まあいいっすよ、別にもう、うん、まあ、そのぐらいのクソ、まあ、頭の悪さというか、もう世も末、小学校の先生がこれってね。うん、まあそんな感じが起こったというのを、まあちょっと家政婦さんね、せっかく来たからね、せっかく家政婦さんが、はい、でまだこの後ほら掃除があるから、そうですね、ちょっと仕事に戻らないと。いや本当にお願いします、ね、うん、綺麗なところで僕らも撮影したいんで、うん、お願いします。まあ今回はそういうことで、はい、うん、まあちょっと同じ女性のね意見を聞いてみたと、まあそういう回にしようかなと、まあそういうところですよ、うん、はい、まあじゃあ何ですか家政婦さん言うことは。いうことですか、ね、はい、まあ、とりあえず、まあ、落ち着いてよかったですねっていうのと、まあそうですね。なんかそういうのはもう文面からいろいろね、まあ、好きな人ができたら誘いたいとか行きたいっていうのは分かるんですけど、やっぱりこうバーじゃなくてちょっと落ち着いて相手の空気感だったり、うん、そういうね、あこんだけ断られたらちょっと、まあ2回断られたら頑張りましょう。ねね、スパッて言った方が男らしい。じゃあね、笠井さんの恋愛アドバイスがあったところで今回終わりです。どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。